島田智之の目指せ WRC。 僕は見てるだけだけど、イタリア現地リポートに。溶けるプロの傍観者。チャオチャオ。目指せ WRC。 現地生ダッシュリポートの2回目。1回目はこちら、なのですが、実はもうとっくに現地を出ておりまして、東京に戻る経由地のパリ・シャルル・ド・ゴール空港からこれを送信してます。というのも、昨日は携帯の電波が微妙で入ったり入らなかったりで、小さなパドックにある大きなバールの Wi-Fi に頼ってたんですけど、ランチが終わったあたりからどうやら奴は昼寝に入ったようで、いきなり働かなくなって通信途絶。それじゃホテルからだと思ってたら、僕の部屋では携帯の電波は力仕事を拒むような微弱さだし、Wi-Fi は繋がってるくせになぜか働かないという性格の悪さ。ほぼパーフェクトな通信難民だったのでした。カオルちゃん、遅くなってごめんよーから音符。という曲をご存知の方は結構な音しかとも思うのですが、何はともあれ遅くなっちゃってごめんなさい。そんなわけで、改めまして、ボンジュー。さてさて、カステッツロットリブランドツオという舌を噛みそうなちょったらしい名前の村にあるサーキットは、車のレースをするには狭いけど、アバルト124ラリーなら6速まで入るストレートもあれば、普通の車なら1速まで落とすか2速のまま行くか悩むような小さいコーナーから3速全開で抜けていったり4速全開から回り込んでいったりするコーナーが巧みに配されている、かなりテクニカルなコース。なので、走ることを楽しむにもうってつけだし、当然ながら今回のようなテストにもマッチングは良さそうです。新米選手はアバルト124ラリーでおよそ25分ほどの走行を午前中1回、午後3回の計4回行いました。溶けていくアイスクリームはきっとこんな気分なんだろうな。と最初の走行も始まってない段階で、プロの傍観者である島田は早くも嫌になって次第にグロッキーへと向かっていったほどの壮絶な暑さの中、新梅さんはケロッと涼しい顔して淡々とテストをこなしていきます。あくまでもアバルト124ラリーという競技車両のポテンシャルを探り、ドライバーとして感じたことやデータを日本に持ち帰って MCRT のボスに報告し、今後を決めていくためのテスト。走行ごとに色々な走らせ方を試していることもあって、ラップタイムなんぞに意味はありませんが、走行の回を重ねるごとに速くなっていくのがわかるくらい。ベルニーニラリーチームのデータエンジニアであるアンドレアさんが124ラリーの現在のセットアップや仕様の状態から最も理想的と思われる走らせ方を提示し、新梅さんの走行ロガーデータと見比べながら細かなレクチャーをすると、次にはそこをきっちりと詰めてくるあたり、さすがです。プロの傍観者はずっと同じ場所で脳天と顔面から溶け出しながら誠梅さんの走りを眺めていたわけですが、
この周回をタイヤのグリップの限界の上に乗せて走ってたかと思ったら、次の周回には軽くリアをスライドをさせながら走ったり、目の前をゼロカウンターで4輪をかすかに滑らせながら抜けていったと思ったら、遠くに見える小さなコーナーをスピンターンかと思うくらいの豪快なドリフトでクリアしたり、かなり本気で攻めている様子が伺えました。車にある程度慣れてからはスピンも2回ほど。車は限界を超えないとスピンなんかできないわけだから、そんなところからもわかるでしょ？かなり見応えありましたよ。こっちは熱中症寸前だったけど。そして時を同じくして、MCRT の母体であるチンクエチェント博物館主催のイタリア自動車趣味満喫ツアーが行われており、その参加者の皆さんが新米さん応援団として駆けつけてくれました。暑いのに、虫がたくさんなのに、それにはインド人もびっくり、じゃなくてイタリア人もびっくり。ベルニーニというチームはイタリアではかなり有名で、ここで走りたい人はたくさん。当然ながらテストなんて日常茶飯です。けれど、テストにこんなに応援が来るなんて信じられない。しかも遠い日本から、周りに何もない田舎の村なのに、ってな様子でした。ちなみに花柄のハワイアンシャツを着てるのは、今回の日本側の関係者。後列向かって右は、プロのラリードライバーであり、今回のコーディネーターでもあるマニュエルさん。その左は MCRT とチンクエチェント博物館の現地スタッフとして何から何まで動いてくださっているアンドレアさん。そして前列は羽田空港でチェックインするときに航空会社の日本人スタッフからなぜか英語で話しかけられるプロの傍観者笑いです。このシャツ、いい感じでしょ？ MCRT のスポンサーであるハワイのジャムズ、サーフラインのもの。あまりに気に入っちゃったので、譲ってもらったのでした。ますます何人なのかわからなくなった、と非常に好評です。イタリア現地リポート3に続く。